じゃあ、牡蠣を選んでくる。はい。いきますね。今日はこれを使って、実験をします。で、あと皆さんですね、今日僕の。はい、じゃあ聞きましょう。ホタテを選んだグループ。失敗は重なれば必ず成功に近づきます。努力は決して君たちを選んでいません。失敗してもくよくよしないこと、それが一番大事な人の失敗を笑わないこと、それは3つ目の基礎を深まる動きに対して